気ににななる男47の第3部後編になります何が言いたいかというとねこの動画を通じて私があお伝えしたいのはね自分の店、えー、自分の道か自分の道つまり人生ですけどもこれはね探すんではなくて決めるんですよ、ね、決めるのが砂漠のど真ん中でもいいですし街中の一軒家でも構わないんですけどもとにかくね探すんではなくて決めるってことが私は大事だと思いますで決めればね 当然受け入れるるるるべべきき傷ももああし、あるべき怪我もするんですよ。でも全部が自分の資産になるでしょってことなんですよね。自分で決めたわけですから。他の人に選ばせられたわけで,はないんで,すよで探したりとかするとね、うん、探したりとかすると選択肢の中から探す人生をいつまでも続けてるとそれはね結局引かれたレールすでに誰かが通ったルートなんですよ。 つまり、誰かの栄光の後発でしかないわけですよね。もちろんそれを利用する時期があってもいいと思います。その全てが良くないというわけではないんですけども、とにかくね、他者の残り物には、いつまでも他者がついて回って、ライバル、競争、これから逃れられないんですよ。そうなるとね、どこかで自分よりも優れた人間が出てきて、自分を打ち負かしていってしまうんですよね。まあ、そういう分野を持つことも大事なんですけども、でも、自分だけが独創している、そういった 道や世界を作ることって、でも根底には必要になってくるんじゃないかなと私は思ってるんで、決めてるんですよ、いつも。ね。YouTube の中でどんな情報を発信するのか。それは、成功例を積み重ねていって、選択の中で選択を繰り返すことではなくてね、そういう時期もありましたけども。でも今、自分が行動することによって、それが肌に合う人を引き連れていくっていう感じですかね。うん。いやその人数が自分の暮らしを支える ほどのものになっていればもういいわけじゃないですか。まさにその自分軍団の中で、自分軍団自己満足ができていれば、後の世界は知ったこっちゃなわけですよね。後の世界のことっていうのは、それこそ趣味とか余力でやれば十分だと思うんですよ。で生活を成り立たして、そして自分軍団も自己満足してっていうのをダブルで行おうとするのが、まあ、理想値なんですけども、それがある一定のレベルでできるようになったら、そのグループをもうそれ以上広げないことですよね。広げるしも、すごくゆっくり広げることだと思うんですよ。 ななぜなら自分軍団っていうのは大きくなればなるほどどうしてもね他者の意志っていうのが介在してきてそれがね不満になったりとか衝突になったりするわけですよいや私と衝突するならまだいいですよ塾生同士の対立とかねいや久保さんはこういう意味で言ったんでしょいやいや違うよそれはってお前にわかなのに何言ってんだよみたいな感じで 先発と後発でやっぱりね、温度差ってのはできてしまうこともありますんで、まあ、ほのぼのとしていただきたいし、トラブルは排除したいので、私が仲裁してどっちがいい悪いって決めれることもないですしね。だから、気に入らなければ、ああ、あの、必要な時期は去ったんだなということで、えー、抜けていただくってこともあるのかなと思いますし。で、かと思えばね、私の場合は、あのー、 この速果塾ってものは多分一生やると思いますので、また帰ってくることも可能だったりするわけなんですよ。そうやった感じで、私のコミュニティをある時は使い、ある時は使わないということで利用していただきたいかなと思いますよね。これは高さんも同じように思ってるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。で、結局ね、あの、選択肢が正解だから正解になるわけじゃないんですよ。これ前もお話したかな。選択肢をどのように使うかによって、その時に応じた、 最適解が求められるってこと。その繰り返しなんですよね、うん。だって、キャベツが目の前にボーンと置かれてね。まあ確かに、キャベツでお腹いっぱいになることができる。それは正解でしょ。でも、毎日キャベツを食べたら飽きるでしょ。だったら、茹でてみたりとか、塩かけてみたりとか、焼きそばにしてみたりみたいな、ちょっと自分なりの選択した結果を使いこなすことによって、 ずっっっととキャベツと付きき合てていくっていくう選択肢もででるわけですよしまいにはそのキャベツをねぶつぶつ交換して玉ねぎにするとかねそういった応用も効くと思うんですよ、うん、だから自分の人生っていうのは正解を誰かが決めてくれるわけでもないですし検索したら出てくるわけでもないんですよなのにみんなして答え合わせをしてるんですよね答え探しをあの自分の内側にしか答えがないのに自分の外側に答えを求めちゃうんですよね まあ私がね言いたいのはそういうことです影響を受けるところから徐々に離れていって考えることそして感じれるようなレベルになっていくととってもいい感じになるんじゃないかなと思いますよね、えー、そして人間は、ね、感情の生き物ですから感情にたどり着くことが非常に大事で最初は理屈とか理論になってきますだけども最終的には「ああよかった」っていう風に思えることの連続でできてるんじゃなかろうかと思います 自分の家族が幸せになって、ああよかったとかね。自分の家族が、例えば昼間からね、あのー、サボって昼寝してる。あこの余裕を作れてよかった。俺の家族よかっただろう。みたいなね。うん、そこにですね、クソ、俺がこんなに頑張ってんのに何サボってんだよ。みたいな感情っていうのは、この負の感情っていうのはね、感じることでもあるんですけども、でも、刷り込まれたものでもあるんですよね。働か当たるものを食うべからずみたいな。いや、働かなくても食えるように、 お前が働けと自分自身に今日も言い聞かせながらね <laughs> 強く引っ張っていきたいなと思うところでございます長い動画をご覧いただきましてありがとうございましたじゃあタカさん48話また待ってますんであのあんまり長くなくても大丈夫ですからねでもタカさん思いがあふれてどうしても動画って長くなると思いませんかそしてこの動画を最後までご覧いただいた方何かねこの動画の中で一つでも二つでも気づいたことがあれば幸いですもしくはね お前らはちょっと変だぜみたいな感じで感じていただいてもそれも私たちの選んだ道の上にある一つの大切な資産ですんで遠慮なく残していってくれればと思います。それでではお疲れ様でした。